平 TV 始まるよ。浩平です。いつもご視聴ありがとうございます。継続可能距離があと60ちょっとしかありません。なのでゼロクラウンに3000円分ガソリン入れたら継続可能距離がいくら増えるのかやってみたいと思います。それでは今からガソリンスタンドに向かいたいと思います。暑いな今日も。参ったなこれ。皆さん今日も暑いですね。外気温が今32度ですね。これは今日も汗だくになるぞ。大変だ。あと少しでガソリンスタンドに着きます。ガソリンスタンドに到着しました。どこでガソリン入れようかな。角にしよう。継続可能距離が58に減りましたね。まずいぞこれは。今廃屋ガソリンが133円ですね。よっしゃガソリン入れるかな。ここに給油口を開けるボタンがついてます。あっつ。22.56 ですね。
3000円で約210キロ走れるって言ったらいいですね。皆さんはガソリン入れるとき満タンにしますか？それとも少ししか入れませんか？もしよかったらコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。今このゼロクラウンはエンジンオイル漏れしてるので3000円から5000円ぐらいしか入れないようにしてます。もし車が見つかった場合ゼロクラウンの中にガソリンがたくさん入ってたらもったいないなって思ってるので、21系クラウン買ったらもっと燃費はいいんでしょうね。お財布に優しいな。最後までご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。浩平でした。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。それでは今から後ろのエアコンをつけたいと思います。音がしてきましたね。エアコンの風を使って冷やしたりできるみたいです。風が出てます。ちゃんとドリンクがあるのでこれを今から入れてみたいと思います。お、入ろう。最近いらなくなった家具とかがあったので車で運んでました。ものすごく傷つけてしまいました。傷つけてしまった。次にここなんですけど、へこんでしまいました。ベッドの枠組みを入れて思いっきり閉めたんですよ。ドアが閉まらずにここがへこんでしまいました。この辺が雨漏りしてる場所です。濡れた感じはないですね。そこまで今日雨降ってないからかな。どうなんでしょうね。この辺から漏れてるんですかね。もしかしたらすぐに着きます。だいぶ硬くなってきました。完成ですね。車屋さんとかでシフトノブ変えるときに頼んだら工賃が3000円くらい取られます。もったいないですよね。簡単なので皆さんもシフトノブ変えるときがあったらくるくる回して取ってみてください。ここにボタンがついてるんですけど、これを押しても出てきません。音が鳴ってますね。キュッ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 。今ボタンを押してるんですけど出てきませんね。お、ちょっと出たわ。ボタンを時計を押します。こういう風な感じでですね、4枚の窓になるんですけど開きます。バックカメラ機能を作動したまま走行することができる裏技を皆さんにご紹介したいと思います。情報 G のボタンを押したままライトなんですけど、オフ、スモール、オフ、スモール、オフ、スモール3回します。この画面で走ることができます。こういう感じでですね、後方が見れます。シートベルトの警告音を解除するやり方を皆さんにご紹介したいと思います。ODO TRIB というボタンを押します。ここが変わっていきます。 ODO に変えます。エンジンを切ります。解除にしていると運転席と助手席の警告音が解除されます。シートベルトは法で決められているので絶対につけてください。パーキングゲアに入れたら集中ロック解除のやり方を皆さんにご紹介したいと思います。今パーキングに入ってるんですけど、ロック解除になってません。今から試してみたいと思います。まずロックされていることを確認します。スターターのボタンを2回押します。アンロックのボタンを押します。この時に5秒間押します。離します。カチャカチャと音が鳴ります。これで完了してます。開きましたね。成功です。喋ってみたいと思います。今日は何日？今日は違うのをやってみたいと思います。お弁当どうぞ。オーディオオン。この画面では操作できません。バグってますね。低いかもしれないんですけど、かなり剥げてますね。厳しくなってます。ミラーになるんですけど剥げてます。タッチペンで塗ってます。反対側になるんですけど、悲惨なことになってます。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。